信中のエリエデルが入室しました。あ、は、マイクテスト。あれ？マイク反応してる？あ、あ、マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト。ちょっと待って、ちょっと待って、聞こえない。マイクテスト。ん、大丈夫そう。はい、ミラティブでノルマをこなせばコインもらえるかもしれないよってことで、私もニーヤデビューをしてみようと思います。いや、どうする。ために俺はまだ檻にいる。虚空を貫く石の巨塔、その巨大な建造物はケージと呼ばれていた。一人の少女がひたひたと歩いている。彼女にはケージで成し遂げたいある目的があった。ん？よくわかんない操作が。ユキリンニャンが入室しました。あ、こんばんは。なんかね、寝つけなくてね、ちょっとニーヤ始めてみました。これはなんか、ユキリンニャンこんばんは。あ、こんばんは。なんかこのゲームはあのなんだ、曲に力入ってるらしいんで、曲聴いてくれってなんか書いてありましたね、出だしに。まだオープニング段階ですけど、ストーリー、何事だ。うん、なんかこうしろって。
自分の指で見えないというこれどこでやってもいけんのか。あ、いけたな。うん、オッケー。これなんか 3D っぽいゲームってちょっとぶっちゃけ苦手なんですけどもね。あなたが失ったのは言葉だけじゃない。それは自分でも分かっているでしょ。今のあなたは多くのものを失っている。だからそれを取り戻しに行くのよ。そうなんだ。ずっと喋れないままじゃ困るでしょ。うん、そうかもしれない。これは始まりの階段。あなたが囚われているケージへの入り口よ。ほうほう。どう見ますか。ケージはとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も今いるこの砂の領域も全体のほんの一部に過ぎないわ。ここはケージっていう場所なの？声出てるじゃん。さあお待ちかね、夢のお時間でございます。中でまたうんざりするね。私たちは管理されて暮らしている。この体も感情すらも自由ではない。残されたわずかな選択肢だって自分の意思で選べるとは限らないわ。俺の見ていた現実は偽りばかり。俺はただ普通の幸せが欲しかったんだ。本当の意味での自由なんて初めからないのかもしれない。今は神など相手にしている暇は。向こうの僕とは違うんだ。これが私の気持ち、私のしたいこと。ヤクルを滅ぼすまで何に焼き付けしは。これでまた花を潰せる。何への怒り。敵は皆殺しだ。行きましょう、最後のかけらを取り戻しに。はい、これでオープニングは終わったのかしら。ニーアリンカーネーション、リンカーネーションって生まれ変わりとかそういう意味なんですね、確か。
ういける。あ、オートがある。オート。すごい、砂が流れてるわ。これどうなってるのかしら。砂どこどこ。目に砂が入っちゃうから気をつけてね。ありがとうママ。あの砂どこまで流れていくのかしら。どこ砂って。あの黒い柱の根元に向かいましょう。分かってるママ。これはケージに点在する謎の彫像。誰が作ったのかは知らないけど、私は黒いカカシって呼んでるわ。へえ。ともかくこれが一つ目。ここから始めましょう。はいはい。エル、物語に入りますか。入りますか。 ストーリースキップとかもできるんだ。これはとりあえず入ってみるか。足取りには不安が見えた。砂塵の中から寂れた町が姿を現す。少し休憩しようと提案する少年に男は静かにうなずいた。旅の疲れを癒すため二人は食堂へ向かうことにする。食堂前にたむろする賞金稼ぎたち。その一人が少年たちを呼び止めた。寝踏みするように少年を睨み、賞金稼ぎは言う。お前王族かと。深い土器のこもった声。うつむく少年は口を閉ざしたまま。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。二度響いた銃声は砂塵の中へ消えていった。え？お？お？賞金稼ぎに取り付いた黒い鳥の群れが見えたかしら。見えない。あれこそが私たちの倒すべき敵。そうなんだ、そうなんだ。あの黒い敵が物語の姿を歪めてしまっているの。そうなのね、ママ。物語を正しい姿に戻すため、黒い敵を倒すのがあなたの役目よ。ラジャです。了解しました。もちろんあなたは分かっているわね。え、何のこと。え、何の話。分かってるわねって何の話。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。多分こっからのバトル。ボーナスゲームチャンス欲しい。ミニゲームを遊んでみんなでコインもらっちゃおう。リボン付きのパート。あ、なんか一応15分経ったのかな。もうちょっとしてみますね。私が相手をしよう。分からんけど、満タンになったら攻撃できるってか。期待に応えよう。
らの番だ。バトルがよくわかりません。戦況の好転に期待する。敵を抱えてるのか。なんか買ったらしい。よくわかんないけど買ったらしい。賞金稼ぎを退けた男は息一つ乱さず少年へと声をかける。おけがはありませんか王子と。少年は大丈夫と答え、もう王子じゃないよと笑顔を見せた。そして男へ、残念だけど町を出ようと提案する。男は静かにうなずいて少年の顔を見つめていた。その矢みたいなやつをもらいましたね。あーなんかアイテム書いてあるけど何のことかさっぱりわかりません。あなたの役割は黒い敵によって歪められた記憶の物語を修復すること。どう？そして修復された武器を集めるのが私たちの目的よ。さっきのロンギヌスの矢みたいなやつ。さてこれからのこと、だいたいイメージできたかしら。全然わかんない。わかんない。首横に振る。そうね。今は難しいわよね。物語を回収していけば、だんだんわかるようになるわ。ママのこと、遠慮なく頼ってね。うん、わかった、ママ。ケージで時々見かける黒い鳥は駆除すべき対象。カラス？気がついたら追い払ってね。気がついたら OK。 そしたらママがご褒美をあげるから。ご褒美、ご褒美、うん、わかった。で、黒い鳥退治について、ケージの道中には黒い鳥が隠れています。タップすることで追い払い、アイテムを得得することができる。タップするだけでいい。 OK OK。 で、オープン。はい、タップ。二つ目はここね。準備はいい？よくないけど、まあしょうがない。これストーリースキップってさ、どうなのかな。ストーリースキップで「はい」ってしたらどうなる。あ、いきなりバトルか。
ストーリースキップしただけに、なんかこの女の人が何故こういうことになってるのかさっぱりわからないという。まあ、した方がサクサク進めていいかな。まあでもストーリー重視の人は見ていかないとって感じですね。でも一応これで進んではいけるから、うん、はい、はい。物語の回収はあなたの失ったものを取り戻すためであり、あなたの願いを叶えるためでもある。だから焦らず着実に物語を集めていきましょうね。は、わかりましたよママ。これでまた次の扉へ行くのかな。これで音、この場所、刑事について話しておきましょうか。なになに？刑事はとても巨大な建物よ。うん、それは見てわかる。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。ほうほう。本当に謎の多い建物で、ほとんどのことは誰にも分かっていないの。説明できてないよ。誰が刑事と呼んだのかさえ、ね。選んでスキップして、はい、もうバトルしかやんないよ。バトルもよくわかんないけどバトルしかやんないよ。適正制御の死人、肩って近くみたいな、これがたまるとスキル発動できるっぽいんですよね。でキャラクターのところにも近くにあって徐々にこれ増えてってるんで、これハマったら押したらいい感じなのかな。なんかよくわかんなきゃ勝った。ログインボーナス、1日1回ログインか。説明文が出てる時間が短いからよくわからんのです。なんなんか、あの子病気にかかっていたのね。いや、見てないから分かんない。そんな体で荒野を旅するなんて。いや、見てないから分かんないよ。ともかくこれで3つ目の記憶も修復できたわ。見てないから分かんない。物語を回収できればこの杖の物語はおしまい。ほうほう、行きましょう。次でラストね。オッケーオッケー。このギフトっていうのは気になるんですよね。一括受け取り、
一括受け取り。でも受け取れるものはない。閉じる。お知らせって何？そういうお知らせね。オッケーオッケー。で、なんか、アイテム購入。なんか、なんだろう、色が淡白すぎて、文字とかがちょっと読みづらいかな。とは言ったものの、ずいぶん高いところまで来たわね。足痛くない？景色は綺麗だけど、上り階段ばかりだから。ママは飛んでるから足痛くないよね。疲れたらいつでも休んでいいのよ。本当に休むことこそ成功への近道だって誰かも言っていたしね。本当に？じゃあここでゲームやめていい？もうちょっと進めましょうね。眩しいところね。でも見つけたわ。あれが四つ目の黒いかかし。ここから杖の物語、最後の記憶に入れるはずよ。でも私は武器の持ち主のほとんどは戦いに身を置く者たち。あなたはこれから多くの死を見届けることになるでしょう。みんな死んでいくんかい。覚悟はいいかしら？覚悟できてなくても問答無用でしょ。でこれまたストーリースキップするからちょっとわけわかんないことになると思うけど、いきなりバトルと。本当に読めないね。いきなりバトル。楽したい人にはいいんだけど、まあ序盤だから、この、なんだ、杖のお話終わって、これでラストだから、多分、あの、話が見えてくるはず。多分ね。操作自体は比較的簡単ですよね。負けられない。なんか言ったね。この辺は多分まだチュートリアル的な部分だから死ぬことはないよね。あの子は国を追われた王子だったのね。そうなんだ。そしてあの機械は壊れかけてもなお主人の亡骸を守り抜こうとした。この記憶で杖に残された彼らの物語もおしまいね。おしまい、これで正しい物語がその杖に収められたわ。お疲れ様。ほら杖を見て。なんか変化した。え、クリスタルみたいなってなって自分の中に吸収されました。これは何？失ったかけらを意志がもらえた。今まで意志なかったんかいっていう話ですけどもね。それは意志。あなたが失ったかけらの一つ。あなたが今集めなくてはならないもの。ちなみに意志は何個もあるのかな。ん？また来た。また次の階段が来た。階段を上って
先はまだ長いわよ。だじゃあ登ればいいんだろう。あ、登れない。登るよ。ダウンロード OK。 メインクエスト、メインクエストを進めることで解放される機能もあります。メインクエストをクリアしてすべての機能を解放しましょう。それだけ。なんか後悔のお話ばっかり。ここから先の道のりも長いわ。あなたは戦いの力を高めていく必要があるわね。あるね。何から教えてあげようかしら。お、仲間。まずは仲間を編成する必要があるんだけど。仲間仲間。あれこれ説明してもしょうがないわね。実際にやってみましょう。仲間欲しいよ。他のゲームと大体一緒よ。ここの部分でみんな失笑したって言うけど、私も思わずちょっと失笑しましたね。他のゲームと大体一緒ってどういうこっちゃねんっていう。なんだこれ。ここはママメニューよ。あなたがやりたいことをいろいろ助けてあげられる場所なの。いえ、いなくなった。編成、編成方法。デッキの枠をタップし、キャラとメイン武器を選択することで編成ができます。またキャラにはサブ武器、お供、メモリも装備でき、デッキの総戦力が変動します。コスチューム違いの同一キャラを同じデッキに編成することはできません。同じキャラが同一武器を複数装備することはできません。でここをタップしようと。でこいつを選べと。選択で、これ選べと。はい、選択でトップ。で何これ、押す。はい、上手にできたわね。全然わかんないまま。仲間や武器を強化することもできるけど、まあ気が向いた時に見てくれたらいいわ。今やりたい、今やりたい、今やりたい。ママ行きましょう。ちょっと待ってママ、今やりたい。うお、なんか新しいの来た。ニューストピック紹介させてね。コラボしてんの今。ちょっと楽しいことが始まるの、ちょっとだけ紹介するわね。まずは新しい物語。どんな話なのかしら。ワクワクするわね。次は新しいガチャ。とっても強い人たちが仲間になるわ。本当かよ。あ、かっこいい技。ぜひ仲間にしてね。とか。ガチャでしょ。仲間にしたくてもできるかどうかわかんないやん。それじゃあ行きましょうって。すごい一人よがりっていうかマイペースだな、ママ。コラボログインボーナス、これ1日目。何どうしたらいいのこれ。あ、オッケー。はい、オッケー。リリース記念、はい、ギフトいただきましたよ。ログインボーナス、キャラの強化素材、OK。でママにヘルプ。ニュース、強化、編成、クエスト、ライブラリー、ガチャ。ガチャやりたい。ガチャ
できるのかな。ここでは戦いに有利なる武器を手に入れられるわ。うまくいけば一緒に戦ってくる仲間も手に入れられるの。何も考える必要はないわ。とにかくやってみましょう。ほうほう、これはなんかコインっぽいのを消費するっぽい。こうコラボコスチュームのカラーがピックアップでちょう登場。ほう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 。でこっちはこっちは武器がないのか。リレースキニャンの方は武器が当たることもある。こっちプレミアムキャプチャー、んーさっぱりさっぱりよくわからない。プレミアムリリース記念回してみましょうかね。よくわかんないけど2回ぐらいできんのかな。やってみよう。ジェムを使ってガチャを10回引きますか。所持上限を超えたアイテムはギフトへ送られます。ジェムは無償ジェムから優先的に消費されます。はいよ。見当たるものは何かしら。スキップできるかはいいけど、1回目は見ましょうね、うん、よし、狙いの武器が武器2個目、武器3個目。お、キャラクター来たね。武器が来た。武器がいっぱい。武器ばっかりだ。むしろ武器ばかりだ。ミレイユが入室しました。あ、こんばんは。はい、私も今このやってるゲーム初めてやってるんで勝手が全く分かっておりません。まあ、そんなんでよければ見ててくだされ。見ててくだされって何。あ、ありがとうございます。なんか解放された。あ、ありがとうございます。なんか武器いっぱいゲットできた。もう一度引くことができるけど、まあまあこれいいと思うんだよね。だから戻っていいかな。今は評価しないで。レイユ、私も別ゲーに浮気してます。あ、別ゲー浮気中。はい、私もなんか本命ゲームがディライズっていうゲームなんですけどもね。はい、ちょっとね、結構ミラティブ配信にしてる仲間が多くって、配信見たら、なんか、プレゼント送りたいじゃないですか。それのコイン稼ぎのためにね、やってるようなもんですね。はい。これ、プレミアムガチャ、行ってみよう。そうなんですね。私は第5がメンテでした。第5がメンテ。ん？ちょっとごめんなさいね。なんだろう。ちょっとよくわかってないです。ミレイユ、第5人格ってゲームです。あー。あ、私はね、ディライズっていうゲームが本命ゲームなんですよ。あ、全然 OK です。あれ？これキャラしか当たらないと思ったら武器とか装備とか当たるやん。え？ミレイユ、ではまた。はい、ありがとうございました。なんだこれは。
な武器がいっぱい。武器ばっかじゃないですか。これもう一回できんのかな。これはもう一度引くってできるならやりたい。あー課金か。ジェムが不足してる。しょうがない戻る。ここで課金するつもりはとりあえず今のところないんで。なんだろこのスキル。なんですかこの画面。わからん。フレンドおすすめ検索知ってる人いるかな。知ってる人いるかな。なんか誰かなんか何人か結構浮気してる人いるんすよね。それ探せば多分いるんだろうけど、どうやって探すんだ。 ID 検索しないといけないのか。 ID が分かんないと探せないってことね。 OK です。でミッションよく分かんないけど一括受け取り、チャレンジも一括受け取り、OK。で、スペシャルは何もない、閉じる。で、ギフトが来てるから一括受け取り。はい、これでもらえるもんをもらったのかしら。で、編成かな。お任せ？すべてなんかハマったで、なんだろうこれ。え？なにこれ。ごめん意味が全くわからない。ママが説明してくれるのかしら。配置変更キャンセル。あーこのクエストによって編成ができるわけですね。でこれお任せ。ヒータソが入室しました。ヒータソーマイ、はい、こんばんはです。ヒータソが小さなハートを送りました。ありがとうございます。初めてやってるゲームなんでね、全くもって意味が分かってないんですけども、強化について素材やゴールドを使用して、っていうことは今確かゴールドないんだよね。これ強化ってどうするの。あここか。強化。20ぐらい上げちゃえ。15でいいか。これ以上増やせません。じゃあいいや。10ぐらいでいい。あ、これはお金が足りてないから強化できないよってやつだ。で限界突破、解放点滅してるけど、レベルが自分の HP が集中。
わかりません、わかりません。トップ、ガチャやったでしょ、編成やったでしょ、編成、編成こうなってんだよね。で、武器ってどうなってんの、いいか、いいのか。武器一応これ選択相当、よくわからない。よくわからない。トップ。で、ま、ママはとりあえずいいかな。なんかフレンドがチカチカしてるけど、おすすめ検索。とりあえずいい。ママバイバイ。で、オートで進みましょうね。道が分かれてるみたい。ママは右が当たりだと思うわ。左行ったよ、オートで。左も当たりかもしれないわね。つまり、よく分からないわ。何が何だかよく分からないけど、とりあえず進もうって話。クラウシが入室しました。あ、こんばんは。はい。来た来た。あら、クラウシ、こんばんは。とりあえず修復を始めましょうか。次はどんなお話かしら。これ小さなお話をいっぱい見ていくっていうやつなんですね。で、私はそのストーリーはスキップしてバトルだけをやるというスタイルでいきます。新しいキャラクターがバトルで使えるのかどうか。あれ？ストーリーに出てきた人でしょこれ。新しいユニットじゃないよね。感覚なんですよね、だからありだよ、あるある、自分に言い聞かせて。進んじゃっていいのか。おーおーおー、扉に入れない。こういう時はオートだね。この黒い壁は、黒い壁はタップ。なんだ、バトルを始めますか。ここで先ほどゲッチしたデッキを使うわけですね。できるかしら。はい。
サムエルまである。勝手が今一つ分かりませんね。もう時間がないのに。風属性をメイン武器に編成してクリア。武器スキル1回使用以上使用してクリア、ミッション一応クリアできたってことか。 OK。 全くもって分かりませんねこれ。どうして黒いカカシの外に敵の影響が。仕方ないわ。進みながら片付けていきましょう。ほいほい。オートで走らせてます。あ、また柵が出てきた。これタップ。バトル開始。もうバトルもオートが多分オンになってるはず。立ちはだかるものを切る。オートになってますね。なんて手抜きなんだ。やる気あるんか。そもそもがねコイン目的なんで。ミッションもクリアできたらしい。オート。あの黒い敵の目的は一体何なのか。ママにもわからないことが多いの。ごめんなさいね。何のためのママ。よく見ると女の子、すごい女の子走りしてますね。外に何かいる。何あ、なんかいるね。なんだあれ、竜。一体何なのかしら。ケイジは不思議でいっぱいね。竜っぽいな。あったわ。これがこの武器の記憶。二つ目のカカシね。はい。物語には私入りません。スキップします。いや、入るけど、ストーリーはスキップしますが、正解。私が相手をしよう。はい、バトル、コートのままですが、押せるとこはポチポチやってみようかなと思ってみたり、思ってみなかったり。
なんか押す前になんかウェーブするのかな。邪魔するのはあなたたち。今度の武器は戦争の話ね。そうだったんだ。剣に残された記憶が平穏な話であることの方がまれ。まあ、そうだ。なんだか悲しいわね。レベルアップした。レベルアップした。ミッションクリア。あ、扉、これだ。あ、オートって出てるやん。オート、オート。あ、また。はい、バトルします。オートだけどバトルします。私が相手をしよう。まあ、確かに曲をね聴いてよっていうだけあってメロディーいい感じですよね。力が入ってるの分かる。これを。勝った。よくわかんないけど勝った。で、ミッションもクリアしたらしい。出るこの説明文がね消えるの早いんですよ。なんかギフトとか持ってる。もらってて一応1ヶ月間は置いとけるっぽいっすね。フレンドはまだいない。でプレイヤーフレンドを ID 検索。違う。自分の情報ってまだ見れないのかな。ママに聞いてみる。ミッションチャレンジスペシャル。閉じる閉じる。ママに聞けばわかる？
ガチャじゃないよ。編成でもないよ。クエストでもないよ。自分の情報が見たい。そんなのは求めてないんだよ。俺もなんかやっちゃったんだよ。スタートダッシュミッション。メイン。キャラを一回強化する。サブクエスト。サブクエストなんかあるの？ちょっと勝手がわかりませんね。もうちょっとオートで進めてみるか。なんかまた来た。トップ。はい。バトル始めます。おイエーイ。これはあれですね、ミュージックとか結構なんだろう、綺麗な曲が聴きたい人と、小さなストーリーいっぱい見たい人にいいのかもしれない。なんかそのバトルのたんびになんか小話がちょいちょいあって、なんかどれもなんかバッドエンド的ななんかストーリーっぽいけど、なんかちょっと胸に刺さるものがあるかもしれない。全部オートにしちゃってるんで、ちょっと面白みっていうのがまだちょっと全然分かってないんですけどもね。はい、クリアした。で、オートでいこうか。毎回バトルが終わった後に、この部屋なんだか変わった雰囲気ね。動かすオートが切れてるのがちょっと、下の方、たくさんの道が出入りしてて、まるで迷路みたい。たくさんの道が出入りしてて、他の道はどこに通じてるのかしら。たくさんの道が交差しててなのか、まあ分かるけど、出入りしててってちょっと日本語おかしくない。まあいいや。あ、なんかまた来た。ストーリー入りません。ストーリースキップしますけど、まあとりあえず行きますよ。私が相手をしよう。あれ、今度は自分のデッキが戦ってるストーリーのはずなのに、ストーリーに出てきた人たちじゃない。なんだ、ストーリー見てないからわからない。よくわかんないままに勝っちゃいますね。また武器だ。この
武器の女の人の記憶。彼女が手足を失ったのは暗い過去のせいなのね。そうなんだ、ストーリー見てないからわからないよ。ママ、これで一段落かな。一段落っぽいので、ここでもらえるものをもらって終了しようかなと思います。夜も更けましたしね。もうむしろ朝になる勢いだしね。スペシャルで受け取る。で、あとは何ができるかな。ママで強化、キャラクター強化、まあ、キャラクター強化は無理にしなくても良さそう。武器の強化かな。編成中、編成中、ステータス高いやつから上げていきたいな。ちょっと待って、レベル10ぐらいにしたい。うん、コイン足りるね。 OK、 消費アイテムよくわかんないけど使っちゃえ。壊れたりしないよね。あー、わかった。ゲームによっては強化するときに破壊しちゃうときあるじゃないですか。ちょっとビビりましたね。スキルに関してはまだあれだな。で、編成中、これも10ぐらいまで上げたい。強化、強化、大成功で、編成中の武器を強化、レベル10ぐらいまで。10になってる。これで強化、強化。なんかこの、なんだろう、銀の止め棒みたいなやつが武器の強化素材なんですね。で、編成中、レベル10ぐらいにしたいな。これ以上増やせません。あー、ノーマネー、お金が足りない。受け取ったら、おさゆが入室しました。こんばんは、っていうかもうそろそろおはようございます。微妙な時間ですね。おさゆデイリー消化です。あー、消化、ほう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 。おさゆたこ焼き、気さくな挨拶たこ焼きが挨拶なんですね。はい、おさゆが小さなハートを送りました。ありがとうございます。ちょっとこれ初めてやってるゲームなんで、まあ、ミラティブやってる人だったらわかると思うけど、これやっていくとなんかミラティブ内のコインがもらえるらしいんですよね。それで、おさゆたこ焼き、みんなも使ってねたこ焼き、たこ焼きって言って通じればね、たこ焼き使えますね。で、そろそろもうね3時過ぎたし、今日の配信は終了したいんだけど、終了画面が、このゲームでは終了のボタンが出ないな。おさゆ寝よう。ということは、
ん？ああ、寝てください。私もぼちぼち寝ます。こっちかな？こっちだね。うん。で、あとは、旗揚げ？できるかな？これ、下手くそなんすよね。間に合う。赤あげない。あげあげないね。白下げて。うん、間に合う。白下げて。赤あげて、白あげて。おお。終わった。はい。コインゲッチュー。はあ、なんかちょっと疲れました。ってことで、今回の配信は終了。はい、還元。はいはい。オッケー、いい感じですね。おさゆがスタンプギフトを送りました。ああ、ありがとうございます。たこ焼きスタンプ作ってるんですね。はい、たこ焼き、お休みもたこ焼きなのかな。小夏の上がりで、お休みは、こんに、挨拶はたこ焼き、バイバイは何にしよう。粉系で、広島焼き？いや、違うな。すき焼きは焼きつながりだ。粉つながりで。粉つながりで、なんかいいのないですかね。バイバイっていうの。おさゆお好み。お好み焼き。じゃあ、お好み焼きで、はい、終了したいと思います。はい、バイバイはお好み焼きってことで、出会い頭の挨拶はたこ焼きってことで、覚えてたらね、使おうと思います。はい、では終わり。お好み焼き終了。バイバイ、お好み焼き。